カンボジア王室勲章カンボジアの英典では、カンボジア国王により、騎士団勲章や栄誉勲章、メダル型の気章を持って、カンボジアに液する行動や貢献をした人民を、褒承する、英典制度について解説する。市民及び、軍人双方を対象にした助勲や褒章であり、勇敢なる勇気を備えた者、傑出した貢献や有益な業績を挙げた者、 および長期にわたる任務などに尽くしたものなどが可視される。従軍記章や記念章も設けられている。カンボジアの英典はフランス植民地時代にフランスなどの欧州の英典に基づいて創設された。カンボジアの独立後に改革され、1975年4月17日のクメール共和国が崩壊するまで運用された。 一クメールルージュ時代の民主カンプチア政権下で中止され、1995年10月5日にカンボジア王国名誉勲章の創設と活用の直令第1095から015により再施行された。現行の英典はカンボジアのフランス植民地時代に起源を持ち、ノロドムシハヌーク国王地政下に施行された制度である。受賞候補者は受賞候補者選考委員会を通じ、 政府各省によって推薦される。これらの委員会は正当な理由を添えて推薦し、王室評議会で審議を行う。直令により、英典の種類や等級は次の通り定められている。英典の大部分を占めるのは、直令または順直令によって授与される、騎士団勲章である。ありがとうございます。